セカンドランナーにはルーキーの佐々木が今入りそうです。カウントはワンエンドワンから打者との対戦になります。初球を打ってここは門脇がいい守備範囲抜けようかというところを取りました。ナイスプレーですね。はい、さすがです。ですね、初球から打ってピッチャーの横への打球、ここはセンターに抜けようかというところでしたが門脇が取りました。今の取り方は去年よく見ましたね。そうですね、はい、この辺りの守備力が評価されての一軍定着になりました。さあここはルーキー同士ということになります。打席は伊豆口、うん、なんだろうチェンジアップ、そうですかね、はい、確かにその村田さんおっしゃるように非常にこう、まあ、軸と言いましょうか、体重足を上げてからの安定感みたいなものは感じますね、はい、感じますよね、フォークなのかな、最初、あのグラブに入れる前にフォークで握ってるから絶対フォークも投げるんでしょうね。ああそうですか、フォークに入れてグラブ入ってまっすぐとかスライダーに変えてるんで、ここはセカンドゴロ、湯浅が入ります。姿が内海君に似てるんだ。ああ、なるほど。この姿勢は。ああ、なるほど。ここまで。はい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 。そうですね。確かに。チェンジアップかな。これフォークならチェンジアップどっちでもいいんですけど、まあとりあえずね、あの投げてみて、あの内海君にチェンジアップを教えてもらえればね、ピッチングの幅広がりますからね。ですね。はい、合う合わんがあるでしょうけど。ピッチャー頭上ショートゴロ。まあチェンジアップっぽいけどな。そうですか。はい、三者連続内野ゴロに打ち取っています。本当まっすぐで両サイドもしっかり投げれますから、でカウントファウルでも取って、あの得意な変化球を投げ込んでいくというタイプのピッチャーでしょうけどね。うん、ウレイヤです。だんだん打つに腰に見えてきましたけども思ったんです、最初から、うん、あれなんか鉄似てるな、このここからは構えた、はい、この、はい、ここまで、なるほど、ここからは違いますけど、でもやっぱりステップしてからしっかり関心指導で状態が勝ってないですもんね、だからコントロールいいなと思えるんだと思うんですけど、そうですか、はい、たまにこうコースを狙うからボールになったりするんですけど、ええ、真ん中で甘いところでいいよって言ったらもういつも折れるようなタイプのピッチャーだと僕は思うんですよね。はい、投げてからしっかりフィニッシュ、右足が乗ってるじゃないですか。うんうん、多分ピッチャーの守備も上手いと思いますよ。そうですか、はい、あ、なるほど、はい、守りの体勢にすぐ入れるんですね、はい、すぐ入ってますもんね、うん、でもあれしっかりこう体重でうまくいってるから、まあ、そう体勢に入れるようになって、うん、と若干あの最初の堀田君が左に流れちゃってるからピッチャーを取れなかったんだけど、ね、あ、はい、なるほど、はい、そういうことがあるんですね。ルーキー対決、佐々木はセンターフライに打ち取りました。だから僕らの時代でいうと斉藤、桑田、はい、ね、二つももううまいじゃないですか。そうですね、はい、こんな感じ、フォローはこんな感じですよね。うん、なるほど、でもピッチャーを打ったランナーいてピッチャーを打った瞬間にゲッツーと思いましたもんね。そうですか、はい、あ、
これは三塁線へのヒットになりました。長打コースです。もちろんナイスバッティングですね。はい、なかなかこの時期バッターの方が不利とは言われますけれども、こういったところで打てるというのもね、一ついいアピールになります。はい、そうです。今もコーナーいっぱい決まりましたね。はい、だ軸はあのまっすぐと今のスライダーだと思うんですよね。はい、だまだちょっと僕は分かんないな、このスライダーが2月の後半なりある程度いいバッターが体が出来上がってきた時の対応力ですよね。はい、やっぱり右バッターが詰まったり、はい、左バッターがやっぱりアヘッドを引っ掛けたりしてくれると、あ、綺麗にスライダーなんだなと思いますしね。なるほど、はい、そこが一つこうバロメーターになるんですね。はい、セカンド、ピッチャーの、ピッチャー返しに近いような打球になりましたが、一瞬ね、前、切られて出したから、びっくりしてます、ですね、はい、それだけやめてほしいですね。今、打ち返した打球を、ちょっとこれがヒヤッとしますよね。もう本当そうです、もう、怪我でもされたらね、はい、ここは中山がいいプレー見せましたが。ね、握りはフォークとフォークでしょうね。フォークも自信ある球なんですかね。そうですか。はい、ちょっとグラブの中で白とか良さ見えたから、またフォーク、フォークというのがチェンジアップというのがそれで、そうですね、あ、フォークでしょって、はい、あのベイスターズの山崎には進化という人にって言われちゃうそうなんだね。そうですね、よく分かるんですけど、森田ここまでということですが、はいね、順調なんじゃないですか。そうですか、はい、だから本当あのすごい球があってバッタ三振に取るっていうピッチャーじゃないってもスカラが聞いてるんで、しっかり打ち取っていくっていうピッチャーと聞いてるんで、そうですか、はい、だからあの今後ねのバッターが出来上がってきた時の対バッター対峙してどれだけ打ち取れるかですよね。ですね。